穴がないのとやっぱカイトも身長が高いんですけどペットボトルもやっぱり身長も高いのとリーチも長くてなおかつサウスポーでなおかつ今回肘ありルールなんでそこが多分なんですかねペットボトルの全てを引き出せる、まあ、ルールというかでカイトもあえて投げないって言ってるので相手の土俵で戦おうとしてるので相当なこう接戦になるんじゃないかと思いますね。 組は多くなるんですけどやっぱりこう肘打ちが今回肘割りルールなんでその、まあ、一瞬も気が抜けない入り際も話し際も組んでる時も一瞬気に入れたらすぐ,すぐにペットマロコットの肘が来ると思うんです、まあ、書いても出,し出すと思いますけどそういった意味であの本当緊張感のある。 戦いいいになななるんじゃないかなと思いますね一二三だったら少しカイトが優位かなっていうところもあるんですけどまあ一瞬肘があるのでもう一瞬で決まると思うんですけどただこれ延長になったりするとペットもらうことの方ががぜん有利になると思います。というのはやっぱりこうカイトもやっぱ技術とかその体感あ,のあらゆることは素晴らしい選手なんですけど練習環境っていった意味で言うと。 やっぱりタイってずっと首相撲を同じ階級の選手と永遠やってるんですよ。あで甲斐ももちろんスタミナめ,めちゃくちゃあるんですよものすごいあるんですけどその組のスタミナっていうところになるとだから延長戦が仮に延長さらに延長があるとすればそれがペット・マーコットの勝敗確率が 60%70% になっていくんじゃないかなって僕思いますけどね。 はい、だから回答が勝つとするとは、まあ、本戦3ランドの中で決めるしかないと思いますね。はい